調子はどうだ。よし、帰るとするか。頼むわね。Thank you.
よし、帰るとするか。忙しい？保管した証拠品のリストアップよ。バイトでもできそうな雑用。こんなことしてる暇ないのに。職場だとイライラが顔に出そうだから持って帰ってきちゃった。お疲れ様。片手間にこなせるほど怪盗団の件は甘くないのに。マスコミも無神経に騒ぎ立てるから、聞き込みでも警戒される一方よ。先月だって情報を握ってそうな男から何にも聞けなかったわ。強めに問い詰めたってだけ。ああ、そうだ、私来週から修学旅行。引率の先生が事情聴取だから、その代理。いいんじゃない、学校側に貸し作れるし。受験には差し障りないんでしょ。それは大丈夫。お風呂先でいいよ、私勉強あるし。じゃあそうしようかな。ざけんな。そういえば
手並み拝見です。これだ。やりますね。はい、これ一応やれてると思うけど。ふんふん、任せる。うわ、これ全部もらってきたの？全部ハワイ？どうせおとなしくしろってんなら楽しまなきゃ損だろ。見ろよこれ、なんかビーチででかいウミガメの見物あるらしいぜ。カメよか料理でしょ。こういうサイズの分厚いステーキ、日本だとあんまないよね。あと、マヒマヒ？何これ、シイラって魚？美味しいの？どこの学校もシーズンだな。うちも修学旅行なんだ。そっちはどこだ？ロサンゼルスと言ってたな。ユウスケは日光とか奈良とかじゃん。なんだって足しになるさ。日本画の岩絵の具だって元は伝来したものだ。ハワイとロスな。お前ならどっちがいいよ。つうか俺、なんかロスっぽくね？ギャングっぽくね？意味がわからん。私はハワイのがいい。しばらくお別れってわけか。お土産買ってきてあげるね。お、データいろいろ出てきた。ざっと見た感じだけど人為的で一連性だって。偶然廃人になるわけじゃないって意味よ。犯人がいる事件だってこと。廃人のことだけじゃないの。前から騒がれてる精神暴走事件ってのも同じ一連の事件って呼んでるっぽい。さすが誠の姉貴。全部解析するのにどのくらいかかりそう？から一晩じゃ無理だな。でも旅行から戻ってくる頃にはなんとか。報酬はね、ハワイとロスの土産な。なんか双葉相変わらずすごいね。情報戦ってのハイテクで今時っていうか、ちょっと映画みたい。別
に怪盗なんだから当然だろ。我が輩だって車になったり。張り合うなって。なんだと。モルガナは今のままでいいの。生意気可愛い感じ。可愛い。アンドの我が輩は。さて、続きは旅行から帰ってからだな。それまでに怪盗団人気がどんだけ高まってっか楽しみだぜ。なあなあ。やれやれ。
るとするか。
またね。おう、帰ったか。やれやれ。
書くか。つけておこう。よし。全員集まったみたいだな。よく聞け。いいぜ。いいだろう。よく聞け。そうね。準備は万端よ。じゃあ気をさてと。気をつけて。使うぜ。お前ら怪盗って敵を
した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。みんないい感じだったね。みんなお疲れ様。完勝ね。このまま進みましょう。
やってやる。走行に通らない。生意気な強だな、おい。
今の感覚を忘れないようにね。みんなお疲れさんだ。楽な戦闘だったわね。僕が相手をしてやる。ボコボコにさ、行くぞ。
巻かれたら寝れるみたいね。怪しい。仕方ないね。なんだと。やるね。なんだと。やるね。うっし、お疲れ。さすが。実感できる戦いだぞね。
点狙いは無理だ。くたばったく。マジか。どうか、まだやめてね。さすが。待って、私はあなたと。どうぞ。それでは。よっしゃ、次次。みんなお疲れさんだ。美しい仕事を見せてやろうじゃないか。珍しくフォックスがノリノリ。
スプレガンナー隠した相手ね油断さえしなければ楽勝なはずよこれでどうまだやれるみたいねベルソナガチだかんねオドレステイクアウトさすがパンサー敵を全滅させたかよっしゃ次次さすがよしそうだな、最強気取りとか調子に乗っちゃって。今のままだとちょっと手が出せないね。一旦引いて考え直そう。
相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。さて、また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし、レベルアップ。さて、敵は2体だ。しっかりやれよ。
気持ちだぞ。使え。退散だ。一旦引こう。さて。Thank you.
だそうか。敵に大撃破。アイテムゲット。邪魔だ。この程度で。みんないい感じだね。オッケー、先を急ごう。よし。ふん、俺の手。
もっと飛ばしちゃおう。ジョーカーよろしく。任せろ。パンサーの応援でスピードアップ。妙な格好の男女に猫一匹、はたから見たらどんな集団に見えんだ。でも俺様がぶっ飛ばしてやるぜ。考え方がスマートじゃないな。神秘な格好だな。敵ソネだ。頑張れ。ごめん、ご爪お願い。あおエルソナー食らえ。敵全滅。今の感覚を忘れないようにね。さすが。よし。毒の侵入を許すとはね。敵は出ました。ザコだけ気を抜くなよ。逃げ切れなかったか。運が悪いね、お互いに。じゃあ
状況は。
また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし、
最近腕立ての回数がぐんぐん伸びてきてんだよ。では今度逆立ちのモデルを頼めるか。